い、じゃあいただきます。はい、あ、熱い、あのね、熱いハンドルを出して、あ、そうそうなんですよ、びっくりした。いただきます。あー、うん、うまっ。みるみるランド、はい、皆さんこんにちは、カタリストルーナです。ヒロユキです。はい、今日はですね、日本特殊ボディさんの新型サクラに乗ってこちらのキャンプ場までやってきました。こちらは、はい、赤城山オートキャンプ場です。はい、群馬県にあるね、赤城山さん、赤城さんだから赤城山だからはい、オートキャンプ場に来たんですが、今ねもう夕暮れです。かなりねこんな感じで日が傾いております。もうね5時過ぎてます。なので急いで設営をしていきたいと思います。はい、では設営レッツゴします。はい、設置完了しました。机と椅子を借りて、そして私たちのテントを持ってきました。あとはね、こうさっきお借りした、お借りというかいただいた薪を。はい。こんな感じ。絵になるね、桜。ね、でもサイドにあるといいですね。うん。この森の山の中。山の中の桜。選んだ理由っていうのが、すぐそこ炊事場なんですよ。うん。だから屋内とか炊事場が行きやすいからいいかなと思って、こちらを選びました。はい。ちょっとぐるっと一周。あとね、今回持ってきたのは、この中はエアマット入ってます。はい。こんな感じです。はい、おはようです。やっぱりね、山の中だから昼間は上着着てたら暑かったんですけど、もうめっちゃ寒くなってきました、うん、こちらはね、スノーピークさんの、ランタン、ガスランタンをお借りしました。こちらでね、1回2000円でガス付きで貸し出しをしてくださいます。で、今回ね、結構これからになりかけてたので、よかったらこっちも使ってくださいということで受け取りました。ガスランタン、この前あの北郎さんと一緒にキャンプした時すごい明るかったからね。そうなんですよ、明るさ全然違くって、うん、やっぱり夜の撮影になるとかなりね明かりが必要なんですよね。ということで、こちらつけたところです、取り付けました。でね、ここにプラスとマイナスと、まあ、ハイとローって書いてあるんですね。で、ここでガスの線をひねれます。で、少しこう回してあげて、でこちら側にですねプッシュするところがあるので、ここをチャッカーのところなので、ここでパチッとつきましたね。つきます、はい、こんな感じで、あとはこのハイとローでこう強くしたり弱くしたりで火の強さが変わってきます。ミルミルランド、今日は日本特殊ボディさんの新型タクラ、タクラ、タクラ、サクラです。新型サクラの体験リポートをしてますと言おうとしたら、
佐藤太が混ざった新型タクラになってます新型サクラ体験レポートしてるんですけども、はい、これから夕飯の準備していこうと思います。はい、今ですね、はい、実はこの洗い物を先にしました。なぜかというとお昼ここでねラーメンを作ったんですよ、うん、餃子も美味しかったね。すっごい美味しかったんですけど、それがね洗えてなかったんですけど、今ね洗えて、はい、この結構このキッチンスペースすごいいいんですよ。結構広いよね。そう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 、こんな感じで。でまず今洗い物しまして、洗い物終わりました。で拭いてます。でこれから、お鍋ね、今日寒いっていうことだったのでお鍋作ろうってことです。実際外ね寒いです、はい、もうね夜なんですけど、今ね群馬県の赤城山、はい、オートキャンプ場に来てます。寒いんですよね。でなのでこんな感じで今日は鍋をやっていくと、はい、何鍋ですか。今日はですね豚肉を買ったので、スタミナ豚鍋をやっていきます。はい、水が何気にね、ぐんまちゃんの、そうそうそう、それ可愛いなと思って買っちゃったんですよ、ぐんまちゃん。ぐんまちゃんしかないっしょと思って、はい、ぐんまに来たということで、大勢の美味しい水、そうなんだ、そうです。ぐんまちゃんついてたからとりあえず買っちゃった。はい、でこのねキャンピングカーのキャブコンの中でこんな感じで、これなんだっけ、ガス、なんていうんだっけ、岩谷のガスレンジなんですけど、これね防風がついてるんですよ、うん、なのですごいね外でも使える、外とかで風が強くても、そう使いやすいですよっていうタイプです。何入れましたか今。はい、こちらね鶏ガラスープです。実はですねちょっと出汁買って忘れてしまってなくって、でどうしようかなと思ったら、八谷社長がここ使っていいよって言ってくれてた調味料グッズの中にねこの鶏ガラスープを見つけたので早速使わさせていただきたいと。八谷社長ありがとう、入れました。超至れり尽くせりです、はい、なんかねもうホスピタリティが半端じゃないんですよ、もうすごい嬉しい。ということでじゃあ、まずねこの舞茸の入ってる入れ物を私は使いたいんですよ。あ、なるほど。なのでこの舞茸を入れていきます。具はこの中で。そうでね、あとね椎茸とか舞茸とか結構出汁が出るんですよ、キノコ類って。だからお鍋の最初に入れてあげると出汁が出ておすすめです。なるほど、うんうん、まあ出汁忘れちゃっても結構ね野菜の出汁とかねお肉の出汁が出れば美味しくなるからいいんですけど、やっぱりちょっと気持ちせっかくなのであった鶏ガラスープをありがたく借りております、借りております、使わせていただいております。返せないからね、借りて返せないからね確かに返さない。でねもう適当、私たちね鍋やろうって言ってすごい意気込んで食材買ってきたんですよ、はい、ですが鍋ないじゃんって今作るたんだってねあれ鍋ないじゃん、なのでフライパンで、そうこれも八谷社長のお鍋でフライパンです、はい、どうでしょう、八谷社長様様です。でね私たちすごい計画性ないんですよきっとなぜならこのねせっかく買ったキュキュットとこのスポンジ、はい、置く場所はなかったなと思って、あ、だからこれに使いたくって、はい、やっぱりちょっと濡れてるので直接ここに置くのは嫌だったので、なんかいい入れ物を今度100均とかで買って八谷社長にプレゼントしたいと思います、はい、じゃあちょっと洗剤を触ってしまったので、これね今ねちょうどいい感じでお湯になってますね。あ、本当に、うん、今止まってるんですけどもうお湯が使えてます。なんか冬は助かるよね、お湯使えると、うん、でももう火つけちゃっていいですか。では点火します。その包丁は、この包丁も八谷社長が使ってくださいって言ってくれた包丁です。でね、まあ、比べるのはかわいそうだけど事務所にある京柄のうちのねずっとよく切れる嬉しい。あのね、料理するとき切れるか切れないかってすごいね大問題なわけですよ、やる人からするとね、料理人からするとそう、もうねストレスがね全然違うんですよ、多分ねものづくりする人だったらわかると思う。なので超嬉しい。それは今何を買ってしまうか。これはね今
後ろ側をカットしてます。スライス。今はスライス。で、これをスライスした後、細かくしていって、で、それを鍋に入れます。で、今日寒いから、ゆきさん外で寝るから、ちょっとね、体温めてもらって、で、寝てもらおうかなという。さっきレビューした時に、ちょっとだけね、バンクベッド上がらせてもらったんですよ。で、もう私いつも5時起きなんで、うん、もう寝る時間的にはね、9時なんで、いつでももう行ける感じなんですけど、もうね、すっごい良かった。うん、超広々としてるし、まあ、本読みたかったら電気もあるし、あれは最高ですね。これニンニクってこう、ふさになってるじゃないですか。はい、だから、こうやって、強引にパコっていっちゃえばいい。あ、そう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 。で、うん、こうやって。で、まあ、こうやると全部外れるわけですよ。違いっぱい。で、こうやって。で、この芯は食べられないから。うん、で、あとはこれを、まあ、人によりきりだけど、ここをね、下切ってから剥く人もいるけど、これ別に全然剥ける。でニンニクって切っちゃうと切ったところから匂いがすごいしちゃうんですよ、うん、なので切らないで調理してあげることによってなんとニンニク臭がこれなんかプリッとして大ぶりでいいねこのでしょ国産のやつですよいいやつだと思って買っちゃいました、うん、ちゃんとその辺も見極めて買う時にそうですね結構ねニンニクいろんな形があるからちゃんとそれも見るしあとねあの最近結構入ってるスペイン産のやつはね、うん、ちょっと小ぶりなんですよねみじん切りにしちゃってもいいからいいんだけどでも私は結構この国産のしっかりしたやつが好きですねでねこれ結構量あるんですけど、まあ、残してね使ってもいいんだけど今日はねもう鍋に全部突っ込んじゃおうと思ってなるほどでこれねいつもだったら、ま、この下のこのなんていうのかな根っこの部分、うん、ここからねあの根っこが出てくるんですけどこう取るんですけどこれ食べる時に取ってもらって煮る時に匂いが出ないようにねできるだけ新型桜の中をニンニク臭にしたくないのでうーんなるほどね、うん、こんな感じでもうね泥もついてないし、まあ、綺麗だからいけでしょうということでこのまんま煮ていきたいと思いますおーいこれ本当に全部使います。ニンニク投入。超スタミナ。で今日はね味付けもシンプルに塩麹で、うん、私の大好きな塩麹さんにしていこうと思っています。こちらも入れて投入して。特にね生姜は温めてあげると温めて調理してあげると体が温まるんですよ。で不思議な、ね、食材なの。ネギいっちゃいます。長ネギ。斜め切りですか斜め切り、ねまあ、なんでかっていうとあとねあんまり長く切っちゃうとこうやってね長めに切ってもいいんだけど長めに切っちゃうと今日の鍋ちっちゃいから、うん、あの鍋じゃないしねそうそうフライパンだしねフライパンなんですよでこういう小口切りにしちゃうと火がともに時間かかるからちょっとだけ斜めにしてます、私は結構柔らかいのが好きだけど、まあ、シャキシャキしたのが好きな人もいるのでそれはお好みでって感じで、であとねネギはこういうなんかこの分かれるところあるじゃないですか、うん、ここに結構泥詰まってることが多いからここはチェックしてあげて、まあ、これ平気だとこれだったしそういうところも気を使ってあげてください、はいまあ、本当よく切れるこれもう八谷社長大好きいやこれいいなあ、これ見てほら、もうね、春だから、これ花なんですよ、花の元。あ、そうなんだ。うん、そうそう。これが、なんだろう、ネギ坊主になる。ネギ坊主、うんうん、花咲くんですよ。うん。で、この中のね、トロトロってしてるところが、すごいね、喉とかにもいいんですよ。あ、そうなんだ。うん、体にいい。だからね、風邪の引き始めとかはすごいおすすめだし、今日はね、食べて元気になります、はい、あとねこの薬味とか入れてあげるとそれのおかげでかなりなんだろう臭みが取れるから今日入れるのが豚肉なんですけど豚肉でもね、うん、美味しく食べられると思います
ちょっと火強くしましょうか。はい、あと豚肉入れたり、外からニラ足したり、舞茸足したり、えのき足したりいうこともあるので、とりあえずこれで煮えたら食べていきます。はい、はい、今ですねだいぶこう煮立ってきたところで、味見をします。なんかいい匂いしてきましたね。すごい生姜のね、生姜の、生姜ない匂い。生姜ない匂いじゃない。生姜あるでしょ。生姜いい匂い。生姜いい匂い。なんかね、薬膳っぽい感じです。ああ、そうだね。薬膳鍋って感じだね。あ、うん。めっちゃね。匂いの通りの味。うんうん、なんかもうその匂いだけで味がわかる。そんな感じ。でね、ここにじゃあ少し私の大好きな。塩麹、塩麹、ちょっと醤油も、醤油入れます。ちょっとだけ香りつけて、ほんとちょっとだけですね。うんうん、でもね、ちょっと入れてあげるだけでもね、結構ね変わるんですよ、風味が。それぐらいお醤油は優秀です。最近はね、結構ね海外でも味噌をあのプロの調理人たちがソース作る時とかに入れたりとか、日本のねそういう発酵食品もねすごい見直されて、見直されてっていうか認められてて、すごい流行ってるんですよ。ソース、美味しそう、美味しそう。ソース、はい、こんな感じ。お味見します。本当美味しそうだね、見た目ね。うん、美味しい、いいと思う。えのき、それなんか真っ先に買ったよね、スーパーで。そう、今日ね、なんかね、アボカドと目があったんです。でね、アボカド食べたいなと思って、あ、いい感じじゃない、今日のアボカドさん。で、この中のね、あ、いい感じだわ、まあね、熟成加減が。そう、目があっただけある、いい感じ。あ、今日のアボカドはいい。アボカドって普通出て食べるんですか。あ、そうやって食べるんですか、いつもは。違う、違いますよ、って言って、ギャーって言って、あ、びっくりした。アボカド、アボカド逃げる時があるんですね。気をつけよう。ちょっと待って、なんでだろう、まん丸だからかな。いつものアボカドはね、もうちょっとね縦中が多い、うん、でも今日はね、まん丸、まん丸で可愛かったから買っちゃったの。たまに食材がすっごい可愛く見える時あるんですよ。なんかね、なんかあるんだろうな。で、これはもう一目惚れして買っちゃった。アボカドはこうやって剥いてあげて、だいたい4等分にして剥くことが多いかな。ああ、で、サイズもいろいろなんですけど、今日はね、ざっくり大きめに切って、うん、今日はめんどくさいからなんか切ります。いつもはね、あのお醤油皿とかつけて、うん、それにわさびを入れてやるとめっちゃ美味しいんですよ。わさび醤油。そう、もうね、本当にね、トロみたいになる。すっごい、超おすすめ。これまたね、わさびをね、アボカド買ったのにわさび買い忘れたんです、私。で、忘れてて、さっきね、その調味料のところ、八谷社長の調味料のところを見てたらあったんです。もう八谷社長ありがとうと思って、もう私のために生わさびまでもう用意してくれてるんだなって、もう勝手な思い込みなんですけど、さすがっすね。もう超嬉しいと思って、すごいですよね、このもう本当すごい、この至れり尽くせり感が。もうね、キッチンに関してはね、八谷社長だなと思って、素晴らしい。まあ、キッチンだけじゃないんですけどね、本当にホスピタリティが素晴らしいです。で、もう今日はね、すごい大雑把にいきます。はい、ここにね、適当にビヨッと、結構出すでしょ、うん、でもこれ平気なんですよ。なんでかっていうと、アボカドってすごい脂質が多い食べ物だから、まあ、好きな方はね、もうとっくにご存知だと思うんですけど、ゆきさん多分知らないから私が勝手に話すんですけど、はい、このね、しっかりわさびを効かせても美味しく食べられる。で、この端っこにやったわけは、ここにお醤油垂らします。で、この端っこでまず先にわさびを溶いてあげたい。まあね、若干このアボカドが迫ってくる感あるんですけど、それは物ともせずに、もうね、これは今日はね、ワイルド系ですよ。いつものこう、ちゃんとクッキングって感じじゃないです。じゃあワイルドクッキング、あ、もう全部混ぜちゃう。うん、そう。で、まあ、サラダっぽく、まあ、これにね、本当
トマト入れても美味しいかもしれないけど、アボカドのわさび醤油サラダ、そう、これだけで美味しい。もう本当ね、なんかお酒の一品になるよっていう超簡単レシピです。レシピって言われば、もう本当切ってわさび醤油つけて食べてっていう感じです。お茶飲んじゃった。みるみるクッキング、みるみるクッキング、みるみるクッキング、ぴょぴょっと。ここはね、まだキノコはね、ちゃんと火通さないと本当に本気でお腹を壊すから、やめてください。あ、そうなの、うん、キノコはちゃんと通してあげてください、大事。ゆうきさんみたいにせっかちな人でもちゃんと、はい、混ぜて、はい、どんどん飲め飲め、はい、飲め飲め、はい、全部入れます。すごい、本当に入る、おー、うまっウケる。はい、でね、私はね、こっち米岳の酒って書いてある。私あの結構あの増上用アルコールとか入ってると寝ちゃうんですよ。この間も実はね寝たんですよ。この間ってお前いつも寝るよね、基本的に。いや、でも体調とかもあるんですけど、この前はすごい一瞬で寝たよね。一瞬で落ちた。あれはね、ストロングです。スコーンと、ストロングゼロ、ペヤングにストロングゼロを入れて食べると美味しいよって。実際美味しかったんだけどね。速攻寝た、速攻寝たよね。あの1時間ぐらいソファーで寝すよね。しておりました。では乾杯。乾杯、お疲れ様です。お疲れ様です。みんなも一緒に飲みましょう。うん、うまっ。あ、やっぱり日本酒好きだな。美味しい、はい、味が好き。キャンピングカーの中で、うんうん、鍋をつつきます。つきます。いいっすね、この桜のこの雰囲気がいいからね。そう、桜ほんと素敵なんですよ。超いい、いい香りが漂ってきてますよ。もうね、召し上がりますよ、はい、いっちゃいましょう。あのね、キノコも全部茹だってるから大丈夫です。もうへなへなってなってるから、1分しかないからね。地味な作業ですね。肉も入れてください。うんうん、あの体に良さそうな味ですね。超体にいい感じですね。そして温まる味、うんうんうん、やっぱね、寒い時は鍋がいいですよ。そうそうそう。でね、山の中って本当夏でもすごい涼しいし、やっぱりね、季節的にも今は鍋は、しかも今日風強いから本当外寒いんだよね、うん、本当はね、外でね、バーベキューもいいねって言ってたんですけど、いや、桜の中でしょうと。桜の中快適だからもう出たくないわ、やっぱり。はい、そしてこちら豚肉さんです。いいっすね。ね、なんかいっぱい豚も食べられる。豚を入れるブー。新しいキャラ出てきた。たまに出してきますよね、ちょいちょい新しいキャラ。そうだブー。たまに入れるブー。はい、とりあえずちょっと飲んで、はい、はい、いただきます。アボカドサラダ、もう間違いない、もう目合っちゃったもん、これ理想通り、うん、ほんとワイルド系だけど、あ、めっちゃ美味しい。まずお肉を沈めていきたいと思います。なぜなら沈めないとなかなか火が通らないから。で、かぶってるところはちょっと離してあげて、くっついちゃうんですよね。うん、で、これを煮ている間に私も野菜から攻めていきたい。ひろきさん、そしてこちらがまいたけさん。まいたけもね、すごいね、出汁出るんですよ。そしてネギですね。わーいわーい。はい、じゃあいただきます。はい、あ、熱い、あのね、熱い。ハンドルを出して、そう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 、そうなんですよ、びっくりした。いただきます。あー、うん、うまっ、最高最高。もう寝たい。超美味しい。堪能してから寝たいと思います。うん、超美味しい。うん、生姜効いてますね。生姜結構ね、効いてるね、うんうん、生姜鍋だ。うん、いや、超美味しい。あ、もう本当今ね、夜の何時だ、あ、もう8時半。いつもだったらあと30分で寝るところ夜更かしになりそうです。でもめっちゃ美味しい、うん、あ、召し上がって、ね、そう、アボカド召し上がってください。超美味しいから。あ、本当だ、わかるわかる、あの、トロ、うん、
なんかよく言うよね、鶏の代わりになるって、ね、そう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 、本当そうなんですよ。美味しいです。うん、本当美味しいの。アボカドが鶏に変わりました。うんうんうん、これは超美味しい。うん、これはいいわね。絶対何にでも合う、お酒にも合うし、ね、そのまま食べてもいいね。うん、で本当切って和えるだけだからめっちゃ簡単でしょ。簡単です。ゆうくさんもやりたいなって思っちゃうでしょ。返事ないし、ね、いや、じゃあやりますか。本当だ、強制的でした。いや、じゃあ今度クッキングでやりますよ。クッキングで。たまにさ、いや、ミルミルクッキングさ、うん、最近僕がすごいシンプルなフライパン一つでできる料理やってるじゃん、うん、あれ、コメントでたまに作りましたとかってコメント入るとめっちゃ嬉しいよね。嬉しいですよね。普段僕は料理とか全然しないんですけど、なんか最近やってるんですよ。うん、すごいやって頑張ってる。え、外れ？当たり外れ。やってみて、なんかすごいさ、焦げちゃったりさ。そう、この間ね、朝会社に行った時に、で入った瞬間になんか、なんだろう、おせんべいみたいな、醤油せんべいみたいな匂いがしたんですよ。で、なんかクンクンクンってやって、なんかやってるんですか？でもゆきさんパソコンのところにいるからおかしいなと思って聞いたんですよ。なんか作ったんですかって。そしたら、いや実は昨日ね、ちょっと焦がしてね、フライパンごとすごくいいことになったんだよって言って、あのね、角煮、豚の角煮やった時に、うーん、豚の角煮か、そう、そう、あの中火で1時間とか煮込むって書いてあったから、やったらさ、うん、途中まで良かったのよ。すごいいい匂いしてきて、うんうん、40分ぐらい、45分ぐらいまで良かったのね、うん、いい匂いしてきて、これいいなと思ったら、うん、途中から焦げ臭くなって一気に、うん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 、であのセンサーがピピってなったじゃん、うんうん、やべえと思って見たらもう真っ黒になってて、で一気にもう部屋の中が匂いブワーって焦げ臭くなって、うん、で見たら黒焦げだからさ、これボツだなと思って実際もう焦げ焦げになったからね、うん、あ、肉も火取った、うん、豚さん、うん、豚さん美味しいけど味がちょっと薄い。あ、本当ね、塩コショウしてから入れる。どうなんだ、それこそ買った直後に塩コショウとかに入れとけば味がすごいしたけど、味を染み込ませてから、うんうん、はい、これね、大豆イソフラボンって書いてあったから買っちゃった。大豆？うん、大豆は何それ。あ、もやしね、うん、大豆は何それ面白い疑問系。いや、大豆、豆なのかなと思ってさ、うん、あ、そうね、イソフラボン、もやしか、もやし、もやし、そういえば全然食べてないな。私も久しぶり。もやしってよくあの節約レシピとかで出てくるよね。そう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 、美味しいし、安くてかさ増しできて、しかも栄養もあって美味しいんですよ。葉酸が豊富でって書いてあるんですね、これには。うん、葉酸ってなんだっけ。葉酸ってあの妊婦さんがよくてね、取るといいとか。ああ、葉酸ね、葉酸、